はい、えー。ホワイトベース関内放送ですね。えー、今日は、ハゲの話をしていこうかなと思います。はい。えー、と、二宮、植毛しております。はい、えーだ。最近ね、もうかなり髪の毛がいい感じに増えて定着してきてますので、あの、前の私と比べると全然違うと思うんですけど、あの、まあ、実は僕ね、あの、もう一段階植毛をちょっと今計,計画してるんですが、はい。 ま、それは置いといてなんですが、あの、ヘルメットをかぶると剥げるのか、ね、バイクでヘルメットをかぶると剥げるのかとかね、あの、工事用ヘルメット、頭が蒸れる帽子かぶりすぎると剥げるのかっていう話がですね、まあ、としやかにあるわけなんですけれども、はい、えこれね、答えから言うと関係ないです。全く関係ない。これ、ヘルメットを剥げるで検索すると、すごいもうほとんど嘘ばっか書いてあるのね。ほとんど嘘だよ。 もう全部あの言いまかすことができる。だってさ、トップに出てくるやつ、大体案件だもん。案件か、Amazon のアフィリエイトで、なんか、あの、キャップとかねあの、ブラシとかね、ああいうのを売りたいだけの話なんですよ。ね。じゃあ、ちょっと、まあ、どの辺が間違ってるかっていうのをやって,いま言ってみましょう。これね、まあ、画面出さないけど、防災っての大体言ってること,と同じです。蒸れる。ね。蒸れて菌が繁殖する。え毛穴が皮脂で詰まる。 えー、擦れて傷がつくとかね。えー、大体そんな感じですね。あの、ひしずまりを起こしますとかね。えー、そんなことが書いてあるんですけど、もうね、もう、なんか、他にないのっていう。あと、血行が、ね、弱くなるとかね。えーね、そういう他にないのかっていう話なんですけど、もうね、 答えから言うと、ハゲるときはハゲるんですよ。これは。で、遺伝的なものです。はい。遺伝的なもので、ある一定の期間経つとですね、人間、男性の体の中でもう毛を作るなっていうホルモンが出ます。はい。で、そのホルモンによって毛根細胞が消滅していくんですね。これがハゲの原因です。このホルモンが出る、多い人と少ない人って、えー、いるんですよ。 多い人は若い,若いうちにハゲになります少ない人はハゲになりづらい。 ただそれだけの違いです。で、今はそのホルモンを阻害する薬が出てます。これね、あの、フェナステリドとジュタステリドってこの二つしかないです。あと外用薬だとミノキシジルですね。えー、この三つしかエビデンス取れてません。他の薬に至ってはもうほとんど、ほん,ほんと真悠つばになってます。で、えー、これが今の現代の医学で解明されている部分で、よくね、増毛増毛って言うでしょ。毛は増えないから。ね。一回消滅した毛根は復活しません。 もうどっかから移植するしかないんです。だから増毛っていうのは、あの、基本的に理屈的に無理なんですね。できないです。その、なんか、ペタって貼り付ければ、ね、あの、出る、できるかもしれないけど、それは自分の毛じゃなくて毛が生えてるシールだから、うん、よりこう、突っ込みどころが多いよね。はい。これね、すごくいろんなところから、あのー、ね、<laughs> 反感があるので、これね、言ってみたいと思うんです。もうね、本当 あの、自信持ってヘルメットをかぶって、帽子かぶって、頭をムレムレにして、雑菌まみれにしてください。大丈夫です。ハゲない。それ、それはハゲの原因にはなり、なりません。はい。えな、ー、んでかっていうと、まず、蒸れたり、む、熱くなって蒸れて、ね、それで、毛が抜けるっていうんだったらね、あのー、逆に、<laughs> これね、書いてあることがね、すごくこう、おかしいんだけど、あったかくなってるってことは血行が良くなってるってことでしょ蒸れて汗が発汗してるっていうことは、血行が良くなってんだったら毛生えてくるはずじゃん。ね。だって次のところに血行が悪くなるから、ね、あの、毛根細胞に十分な栄養がいかなく、血液が回らなくなって剥げるっていう、全く正反対なこと書いてあるんですよ。まずその時点でおかしいなって気づくべき。はい。 で、あとその雑菌が繁殖してとか言うけど、あのー、感染症になるようなものだったら別として、もうほんと不潔すぎてね、感染症になって、もうそれで命までみたいなあの感じだったらね、皮膚腐り落ちるとかだったらね、あの別ですけど、あのー、通常生活の中での雑菌繁殖量っていうのは、一番多いところ。で、人間の体の中で雑菌が一番多いところってどこだか知ってる人いますはい。答え。 足です。はい。足です。靴の中。これは人間が、あの、靴を履いて生活するようになったから、足の、その靴の中が一番雑菌が多いんですよ。はい。あの、口の中とか、あの、肛門よりも、足の方が雑菌が多いんです。はい。ね。なので、えー、そういう意味で言うと、いくらなんでもヘルメットで濡れても、ヘルメットの中が、足と同じ匂いがする。 っていうほどにはならないでしょ、ね、で、しかも、皆さん足に毛が生えてるじゃないですか。まあ僕ももともと毛が生えてますけど、どんなに靴の中汚くなっても足の毛抜けますか抜けないでしょだからやっぱ関係ないの。ね。じゃあ血行が悪くなる。ね。擦れる。っていうと、じゃ風呂に入ってる首から下はどうなんのね。全然生えてこねえじゃん。 って話じゃあ次擦れる、ね、摩擦で,で毛根を弱めてとかね言うじゃないですか人間の体の中で、えー、摩擦があ最も多い箇所、えー、2つありますそれは脇の下と股間です、はい、どうですか皆さんの股間、はい、毎日歩いて、えー、たくさん摩擦を加えて、まあ、歩かなくても別の理由でたくさんこう摩擦を加えていらっしゃる方もいら,いらっしゃると思うんですけども まあそのタイミングでね、えー、抜けることはあると思うんですけども、どうですかハげてますかハげてないでしょむしろ反モしてるぜっていうところの方がね、多いと思うんですけども、これそうなんですよ。実はね、全然関係ないんですね。あとこの皮脂詰まりってね、よくいろんな人がを信じてるんだけど、それあのー、皮脂、 はね、まあ、ある程度は必要なんですよ。でも、その、不潔に不潔こいて、あの皮脂が溜まりまくるっていう状態っていうのは、あまあ、基本的にはよろしくはないんですけど、あの、基本的に毛根、その、お、毛が生えてるところに対して、皮脂ってつまらない構造になってます。はい。これわかりますよね。だって皮膚って、表面から赤になってボロ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 落ちてくんですよ。で、下からどん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 新しいのが出てきますよね。っていうことは、 詰まる前に削れ落ちるんです。赤になってね。ね。あの、どんどん下から再生して生まれ変わってるから、ね。あの、皮脂詰まりっていうのはね、ありそうだけど、実際ない。うん。じゃあニキビとかね、ああいうなんか白いの、白ニキビとかなんか詰まっててああいう風になってんじゃないのっていう風にね、僕も思、そう思っていた時期が僕にもありました。はい。えー、違います。あれはあの、アクネ菌という菌の繁殖で、えー、 皮下が炎症を起こしているだけです。はい。で、あれ自体が起きたからといって、えぇ、ー、剥げたりはしないです。はい。治癒すればまた生えてきます。はい。まあそれをこう、爪でガリ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 ね、やって、ガリガリガリ,ガリやっても、頭皮の皮膚がこう、削れ落ちて血がダラダラ出るぐらいまで、えす、ー、りまくったら、 あの、それはもう、あの、皮膚を剥ぎ取ってますので、えー、後のその、育毛に対して影響が出ると思うんですけども、まあ、普通そういうことしませんよね。はい。えっ、ー、と、世の中で、増毛と書いてある、えー、広告は全部嘘です。はい。毛は増えません。カツラとか、あの毛が生えてるシールとかで、えー、増えたように見せるっていうことはあるんですけども、毛は生えてこないです。 新しく生えてこないです。はい。なので、増毛っていうのは嘘。だから自分が今ある髪の毛を大事にすること。ね。で、それが消滅しないように、薬を飲むということ。 僕も一応飲んでます、でそれを飲むと、ねあのまあ、生殖機能が弱くなるみたいな、ね、ことが書いてあったんですけども、も、まあ、特に問題はないかな、特に問題でないという二重の意味で、えー、ありますけど、別に生殖機能が衰えても問題ないし、そ、え、う、ー、はおろか、別に今、生殖機能は衰えてません、です僕の場合は。はい で、まあ、あとは、それで衰えるっていうんだったらね、あの、あ、2、3日後にその予定ありそうだなっていう時に飲むのやめればいいじゃないですか。何を言ってんだ、俺は。はいえ。そんなことはね、皆さんよくわかると思うんですけども。はい。だからね、もうヘルメットはげるで検索するとね、もう嘘ばっかりすごい書いてあるのね、これ。で、大体この記事書いて、えー、対策、ね、のやつを見てみると、大体下アフィリエイトです。はい。 あの、有名なカツラの会社とか、えー、なんか、あの、怪しいシャンプーとか、えー、よく知ってる名前のシャンプーとか、えー、なんか帽子かわすとか、壺かわす、あ、ツはねえか、えー、というようなものが非常に多いよね。 うん、日焼けのしすぎで剥げるって言うけど、じゃあ日焼けのしすぎで剥げるんだったら俺今頃体毛ツルッツルだよね。もともとあんま生えてないけど、日焼けしたらさ、皮剥けるときさ、毛のところだけ残して皮むけるじゃないですか。か関係ないよね。これね。だこういう話をその美容関係の人が聞くとね、その猛反発してくるらしいんですよ。あの、やっぱスカルプケアでね、えー、お金取ってるから。あれはマッサージだから。マッサージって気持ちよくて、 あの頭の筋肉をほぐすためにやってることだから、それでいいじゃないですか。毛は増えないんです。それはもう医学的にね、えー、証明、えー、されました。はい。という感じですね。皆さん。ほんとね。大体、蒸れる、筆まり、血行が悪くなるって書いてありますよね。蒸れると血行が悪くなるがもう、あの、もう両方とも相反してるしっていう。うんとね。嘘ばっかり書いてあるよね。 帽子やヘルメットをかぶると剥げるというわけではなく、剥げる可能性が高くなるということになります。こう,こうねもど、もう、堂々とこういう嘘っぱち書いてるからね。マジ嘘だな、これ。うん。ほんと嘘ばっかりですわ。 はい。えー、そんな感じです。えっ、ーえー、と、で、僕、皆さんよくご存知だと思うんですけど、僕はあの植毛やってます。植毛っていうのは、毛が増えるわけじゃないですよ。いっぱい生えてるところから、ないところに移植するんです。地毛移植です。あの、波平さんも脇だけ残ってるじゃないですか。平八も脇だけ残ってるじゃないですか。ね。ということは、こういう、こっちの方は、剥げづらいんですよ。 毛が多いんですね。で、そこから薄くなったところにこう移植するっていうですね。それが地毛移植です。まあ、今は地毛でするしかないんですけども、まあ、近い将来ね、毛根から自分の毛の毛根をですね、はなんうんすね、あの、増やして、ねえー、移植できる日が来たらいいな、なんて僕も思ってますけども、まあ、それはまあ、しばらく来ないと思うんですけど、あの、地毛を後ろから前に。後ろ、後ろ僕取りましたけど、こんな感じ。 別に少なくなったとかわかんないでしょ。で、前の方はまあこんな感じで、ちょうどもう1年ちょっと経ちましたけど、はい。これがね、指2本分ぐらい後ろにありました。ね。今はもう全然わかんないと思うんですけども、はい。まあこんな感じになります。で、当初、まあちょっと麻痺とかだいぶ残ってたんですけど、今はね、もう、 あのほぼほぼ元の感覚に戻ってます。まあもうちょっと必要、時間は必要かなという気はします。で、あと紙質がですね、えー、あのやっぱり植えたところはちょっと違います。あの少しね、くせ毛になって硬いんですけども、これもね、だん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 ,だん馴染んできました。まあこの先どうなるかわかんないんですけど、まあ、それも含めて皆さんにお伝えできればなと思います。はい ねえー、ぜひ、これは、まあ、すげえお金かかるんですけどあの、早い段階でやった方がいいです。で、食もすると、食もしてないところの隙間がね、どんどんまた隙間がは剥げてできていくんじゃないのかなって、えー、心配があると思うんですけど、そのためにはやっぱサプリ、えー、を飲み続けたるといいんじゃないかな。まあ、これも何十年って経ってみないと分かんないと思うんですけども、あのも僕はフィナステリド飲んでます。で、これ個人輸入だと非常に安いです。3ヶ月分で5000円,5000円ちょっとぐらいなんで。 あのそんなにお金のかかる話ではないですね、はいえー。どうでしょう。ちなみに僕のこの話もですね、えーまあ、案件ではないんですが、あの今ですね、えー、僕がお世話になっている神話クリニックさんで、えーあのーまあ、お,お安くなるキャンペーンやってますので、えー、この機会にそちらもご覧になってカウンセリング受けてみたらいいんじゃないのかなと思います。はいあのー、若ければ若い方があいいです。それはなんでかっていうと、あの 歯のインプラントとかね、そういうのもそうなんですけども、年取れば取るほど体の再生能力って落ちます。はい。で、傷をつける話なので、要はね、あの、整形ですから、あの、傷をつけるんですよ。そうすると、それが治癒したり再生したりっていうのは、もちろん僕みたいな40代の人間よりも、20代の人たちの方が絶対に強いわけですね。 移植した毛がちゃんと毛として残るかどうかっていうのは生着率って言います。で、この割合が年取れば取るほど減っていきますので、僕は9割方根付いたんですけど、これ珍しいパターンらしいです。で、年取れば取るほどそこの生着率っていうのは減っていくので、えー、まあ、お年を召した方はある程度そこは理解が必要。 まあ人によっては僕みたいにもうがっちり残る人もいます。はい。で、あとは若い人ですね。若いうちにね、あの悩んでいる人。あの、若いうちの時間の価値っていうのはね、若いうちには分かんないです。今日も思ったんですけどね、年取ってから、やっぱね、30歳の頃、30代の頃も自分そんな若くないと思ってたんですけどもね。 30代の頃の時間の価値、20代の頃の時間の価値、経験の価値っていうのは、今よりもあったなって思います。やっぱ感性が豊かだし、で体力もあるしあの、感動できる心がね、ものすごくありますそれで。それに対して体がついていくっていうのがやっぱ20代、30代なんで、結局その、食毛とか髪の毛っていうのは、 あの、結局自分に対しての自意識もさることながらですね、やっぱ異性に対してのですね、えー、自信やあ、実際にそれでモテるかどうか、あ,あの、一中の女性に近づけるかどうかっていうのは、あの、非常にこう理由としては大きく占めると思います。はい。で、それはやっぱね、僕若ければ若いほどそういう感動っていうのは大きいと思うし、 正直ね、だんだん年取ってくるとどうでもよくなってくるんだよね、そういうのね。いや、それは綺麗な女の人見て綺麗だなぁはあるんですけどもね。まあ、それ止まりですよ。なんか、あの、言っちゃえばね。だから、それ、そういう風にな,なった方が楽かもしんない。ね。えー、だんだんその煩悩から解き放れて、たれていった方が楽かもしんないけど、つまんないよ。正直。僕もね、中、中、高、大、 やっぱ若い頃はねもうほんとどうしたらいいか分かんねえぐらいもうほんとムラムラしてたしあのね綺麗なお姉ちゃん見るとあのもういきなり劣等感感じちゃうのねな,なんでかっていうともう絶対自分じゃ無理だっていうところに行き着いちゃうから,だからそれがもし自信に変わ自信があってねあの自分がいいなと思っていたことあの仲良くなれたりとかねしてたらき,きっとなんかもっとね人生楽しかったかもしんないなっていうのはまあ 足られ場ですけどね、思います、まああんまりこう上ばっか見てると劣等感に苛まれるだけなので、えー、そういった考え方でね僕はあ,のあんまりいいとは思ってないんですけどこうだったらよかったのになとかっていうのはあんまりいいとは思ってないんですけどもまああの今ねこういう情報がいっぱいあって、えー、やれる環境にあって迷っているっていうんだったら後から後悔するよりはやっと。 しちゃった方が僕はいいんじゃないかな。という比喩を言いたくてこの話をしました。はい、ただね。昔と今の僕のぜ何が違うか？って言うと youtube でね。昔はね。視聴者さんの9割9割8分が男性だったのよ。 だからね、こういう男性本位の話をしてもね、あの、何のざわめきもなかったのね。今は、あの、犬チャンネルがバズってくれたおかげで、女性視聴者さんもですね、非常に多いんですね。だからこういう話をですね、もう男性本位の話をするとですね、まあ、なんかね、なんかちょ,ちょっとね、軽い炎上するんですよ。はい。軽い炎上するんですけど、あの、まあ、そこはちょっと優しく受け止めてください。はい。一般的な男性が、あ一般的なあ髪、 若ハゲ、えー、若くしてデコっぱちで髪はちょっと交代してるみたいなですね、えー。自分にすごく強いコンプレックスがある男性が一般的に抱く悩みだと僕は思ってます。はい。だって髪の毛ね、直せるんだったらいいじゃん。直せるのもあるよ。身長が低い。ね、これは手術でもどうにも、まあなる手術もあるけどね、超大がかりだし、身長低いとかね、そういうのはどうしようもないのね。太ってる。これは痩せられる。うん。でも、あのー、 まあ目が悪いのもなんとかだね。でも髪の毛は昔で何ともなんなかったけど、なんとかなる時代になったっていうのはね、これはまあ一つの進化じゃ、進歩じゃないのかなと思いますよね。はい。 てなわけで、最後にちょっと案件めいた話になっちゃいましたけども、これは決して案件ではないです。案件じゃないです。はい。あの、たまたま、あ今回ね、あの、だいぶ前にヘルメットの話しましたけども、あの、またちょっとやってみようかなって思ってましたので、話をさせていただきました。皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いです。ホワイトベースに今翔平でした。失礼します。